2016阪急メンズ東京、ようこそ皆さんお越しいただきました。楽しみですね。もうあのファッションの秋いよいよ全開ですから、はい、こんなにおしゃれメンズにこうやって囲まれることがないのですごい緊張しているんですけど、まあ、目指しているのは似合うものを着るってことですけど、うん、そうすると繰り返す、あ、はいはいはい、これ俺これいいからやっぱりこれ、うんうん、またこれかなっていう、あ、なるほど。でもそれがすごくまあちょっと嫌なんですよ、性格的に。常になんか発見が欲しいっていう、まあ、リアルな、あの本当に普通に着て、かっこいい服っていうのを、うん、まあ、どうやって提案できてるかっていうのが常に GQ のミッションですね。成宮さんはものすごいそのおしゃれ大好き男っていう風に普段はそうですね、楽ちんな格好が基本的にはいいですけど、うん、コートだけ頑張ってちょっと買ったものとか、うん、そうやってミックスしてますね。日頃タイツなのでね、まあそうですね、踊ってる時はそうですね、はい、今日のそのアルマーニのボトムもちょっとスーツっぽい感じ、あの緩い感じ、ね、はい、そうなんです、サイズ感がちょっと緩くて、うん、とっても素敵です。男性って女性よりもアイテムって少ないと思うんです、選べるパターンだったりが少ないと思うんですけど、うんうんうん、なんか本当にクオリティっていうのを重視して見てるなと思って。今トリックスターの人たちすごかったですね。皆さんどうでした？楽しかったですか？え、ありがとうございます。やはり今回のテーマというのがファッション、エンターテインメント&カルチャーで、それが、楽しめたと、思います。それではゲストの皆さんに大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。